はい、ワードツー。なんだろうね。ミユル、大変なことになってね、今。もう、なんか、ノンタンとカオゴが、なんか壮絶なバトルを繰り広げてるんだけど。もう超めんどくせえんだけど。どうしたらいいの？ちょっと間に入ってくんね。お姉さんからビシッと言ってやってくんね。もう。リズマもちょっと、もうこれ、もう嫌だから、カオコも大事だし、ノンタンも大事だから、いや、マジだよ。姉ちゃんもちょっと止めに入って、これ。お姉さん方。もう、カオコとノンタンがすげえことになってるから。はい、ワドツ。いやいや、もうだってさ、こんなさ、女の子にさ、だって彼女と大事なリスナーさんが喧嘩してるんだもん。うん。いや、もう、いっちゃんの話いいわ。いや、モテ期とかじゃなくてさ、彼女とさ、リスナーさんが喧嘩するとか俺すげえ嫌だからさ。うん、お前のタイトルいつもなんなん？ワドツ。あ、すいません。うん、いや、もうすごいんだよ。ちょっと、じゃあ、カオコに話聞いてみる？カオコに話聞いてみる？うん。うん。ちょっと俺、カオコ大事だから、ちょっとカオコと電話するわ。うん。カオコに話しよう。うん。うん。カオコ出ねえな。猿リスナー多い？なんで猿の？どうすればいいのじゃあ。彼女いてオフ会しちゃダメなの？あ、今日悪い。わかったわかった。じゃあさ、ダフ屋さ、体調良くなったら、もう、俺もダフ屋大事なパートナーだから、おめえのことすげえ大事じゃん。それ知ってるじゃん、お前も。でも、もう喧嘩は喧嘩でしていいけど、言いたいことあるんでしょ？もう徹底的に放送で言ってくんない？俺もわかんないから。そんな DM 送ってたのも初めて知ったわけじゃん、今。そう。だから、いきなり DM 来たわけじゃん。でも状況がよくわかんなかったから、そういうの教えてもらわないと俺わかんねえじゃん。な、カオコ。カオコ言いたいことあったら俺受けるから、彼女の文句でもいいから、一回電話しよう、今度。うん。全然いいよ。そうしよう。うん、俺わかんねえもん、そんなリスナーの間とかさ。うん。ノンとカオコをスカイプで話し合い？だってもう、カオコはもう関わりたくないっつってんの。うん。関わりたくないけど、関わりたくないって言ってんの。うん。和道に関わった女？ぶっちぎりの美人はノリコ。これは間違いない。ノンタン可愛いよね。いや、調子悪いんだって。カオコ調子悪いんだって。だから調子戻るまで待ってあげようよ。カオコも、ね、大事なリスナーなんだから。ブロックで終了？いや、そう、わかんないけど。待たない。いや、調子悪いんだから。うん、放送より彼女優先？全然放送優先でしょ、俺。全然放送優先でしょ。放送命だよ、僕は。放送命。だからこうやって配信してるわけだ。生ポ芸人の取り合いとか、北斗神拳使えないと乗り越えらんない。あ、そう。うん、怖えな。女って怖えな、ほんと。わかった、じゃあ約束する。もう、のんたんは放送に二度と出さない。これでいい？これで OK？ もう、のんたんを放送に出すと荒れるから、放送に出さない。いや、約束する。もう二度と出さない。うん。いや、寝ていいよ。ミュール大丈夫。おやすみ。ありがとうね、今日も。ごちそうさまです。ミュールは永遠のミュールだよ。俺らのアイドルだから。
ミュールは俺らのアイドルやで。いやーめんどくせえ、女は。女はめんどくせえ。俺こういうの嫌いなんだよね。もうみんな和道の取り合い。みんな和道に首ったけ。全然意味わかんねえ。だったらさ、だって別に彼女いない時長かったんだからさ、うん、彼女いない時になんでアプローチかけなかったの？そういう話になってくるぞ、うん、でしょ、うん、いや和道リスナーメイゲラ率高えかんな。だから和道とこう付き合ってればよかったんだよ。そしたら問題にならないんだ。全員和道の女になればよかったんだよ。でしょ？違うの？そういう問題じゃないの？うん。はい、ワード2。女ってめんどくせえな。ほんとめんどくせえ。男ってシンプルでいいわ。うん。だってさ、その、グループラインでさ、和道さんに口説かれてたもんって彼女に言わなくてもいいじゃん。みんなが言う前でなんでそんなこと言うのか全然わかんないんだけど。私和道さんに口説かれてたもんって。うん。性的な目で見てない？はぁ、お前俺とパコる約束したじゃん。ふざけんなよ。お前だから汚ねえんだって。お前パコろうねって約束したじゃん。ふざけんなよ。今はもう言うぞ。お前がそうやってしらきるんだったら汚ねえよ、お前。お前俺とパコる約束して、なんかあれだったじゃん。ちょっとパコろうねって話してたじゃん。ふざけんなよ。性的な目で見てなかったの？俺のこと。じゃあ俺とパコる約束何だったの？何だったの？俺のこともてあそんでたの？カオコ。カオコ俺のこともてあそんでたの？お前は。お前俺とパコる約束したじゃん。うん。許せねえよ。うん。ノリンさんいらっしゃい。いや、ちょっと今女でゴタゴタしてるから。うん。大川工業いいよね。何？俺のことをもてあそんでたのじゃ。カオコ。俺とは遊びだったの？あれは俺のことをって遊んでたの。マジショックなんだけど。マキティよ、ややこしくなるから、もう女と、ややこしくなるから、もう出すな、女の名前。もう増やすな。増やすな、登場人物を。うん。のりこさん嫉妬させたらやる気出すかと思ったんだけど、裏目に出た。だから、そういう駆け引きやるからでしょ？そういうことやるからでしょ？だから俺ぶっちゃけた話、両方悪いと思ってるよ。両方悪いと思ってるよ。浅井さんも出すな、名前。ともかも出てくんな。もう全員めんどくさくなるわ。私だって口説かれたもんとか、私一発パコったもんとかやめろよ。このノリで。もう大事件になるぞ。俺とパコった女は黙っててください。うん。のりこさん、タイ米足んないって和道さんがごねてます。うるせえわ。ロハコさんは別枠だわ。いやもう本当にやめて。本当にやめても、マジで。和道に口説かれたとか恥ずかしすぎるでしょ。この際全部言った方がいいだろう。いや、マジでやばい。爆弾結構抱えてるから。実はこう見えて爆弾結構抱えてるから。女生主が、和道とパコったとか何人かがペロったら、ニコ生界に激震が走るぐらい結構やらかしてるから。うん、パコった女ブスばっか。いや、そんなことねえぞ。過去オフ会休んだよ、今日。うん、レクチが和道を頑張りしたって言ってた。どう見えてんだよ。いや、もうめんどくせえわ、マジで。いや、全然いいよ、ノリンちゃん。
全然いいよ、ゲスクマ。うん、いや、言えない言えない。まずタブ。まずタブ。うん、俺、ブス戦かな？ワド来るとき牛乳買ってきてうるせえわ。うん、いや俺の彼女可愛いよね。俺の彼女普通に可愛いと思うんだけど。あれ？なんだこれ。可愛くねえか。なんなんだろう、もう。めんどくせえな。あれ、なんか設定おかしくなっちゃった。めんどくせえ、マジで。見たことない。何の話？あ、彼女見たことないの？見せるわ。じゃあ、俺の彼女可愛いぞ、普通に。なんでこんなに叩かれてんのかよくわかんないんだけど。普通に可愛くない？超可愛いんだけど。超可愛いんだけど。可愛くない？兄ちゃんが唯一普通？俺の方が可愛い。俺の方が可愛い。うん。匠さんも可愛い。うん、匠さん可愛いよ。だって、匠さん何が可愛いって今日オフ会に一人ずつネックレスつけてたの。で、最後に匠さんにつけるとき、匠さん首がなさすぎて、顎と首の幅が一緒すぎて、匠さんだけネックレス入らなかったんだよ。匠さんデブすぎて、ネックレスはまんなかったかんね、マジで。クソ笑ったわ。あれはもうマジ笑った。で、女性リスナーが、なんかその場で、そのネックレスとか作る人で、ああ、私道具あるからっつって、匠さんの、ね、首周り、このネックレスがパッツンパツンで、そう、延長してくれたんだよ。うん。あ、レクチュも来たよ、今日。うん。カオコも可愛い。カオコも可愛いよ。カオコも可愛いよ。うん。そう。なんだよ、もう。俺らの恋愛、ノートは人妻じゃない。なんで俺の彼女人妻なんだよ。俺の彼女の方が可愛い。そりゃそうだよ。お前の彼女の方が絶対可愛いよ。だけど、いいの。お前の彼女と比べてないの、俺は。なんでさ、俺とノンタンのトゥルーラブを邪魔するの。やめてくんね、本当に。これ47歳の人だよ。うん。だって爽やかなお兄さん、レクチュしかいないもん。俺のリスナーに爽やかなお兄さんなんかレクチュしかいない。うん。匠さんともう一人は、あれ、僕はですね、霊が見えるんですねっていううさんくさいおじさんしかいないもん。オフ会何時間ぐらいやった？二次会までやったから結構やってたと思う。5時間ぐらいやってたと思うよ。うん。トゥルーラブでしょ？愛し合ってるでしょ？うん、愛し合ってるよ。うん。レクチ爽やかじゃない？レクチ結構なんか加藤春彦みたいな顔してるけど。うん、藤井フミヤ。君だけを見つめて。なんで歌うの？いや、歌ったけど。なんで歌ったの？藤井フミヤ。君だけを見つめて、君だけを見つめて、見つめ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 て、君だけを見つめて。そうだな、癖になってるな。
君だけを見つめて、せい。君だけを見つめて。長渕はウケるんだよな、唯一な。長渕だけみんな笑ってくれんだよな。そんなに長渕好きじゃないのに。うん、なんだろうね、うん、なんで藤井フミヤを歌う流れになったのかよくわかんないんだけど、どういうこと？トゥルーラブだから、うん、歌詞違うとか言われたし、彼女来てないですね、うん、うねうねするのが気持ち悪いよね、うんうん、タグに長渕剛ってすごくカクカク動くの、せいへっってこう動くんだよね、なんかわかる、へっこ動きが硬いの、へっへっって動くの空手の型みたいな、へっへっ空手の動きなの全部、何なんだろうね、あれは。やっぱ体が鍛えてるからだろうね。うん。野田洋次郎一人だけ女愛してる時期が懐かしい。うん。長渕別にこけおろしてねえよ。うん。うん。あの人もすごい人生だからな。マンゴルモは彼女募集してる。ワドタンが好きならそれでいいじゃん。ああ、でもね、彼女が言ってた。クミタンだけだったって言ってた。クミタンだけが私のことを敵に回さなかった。クミタンは大好きって言ってた。彼女が寝る前に言ってた。クミタンは好き。あとは嫌いって言ってた。あとは敵だって。いや、面白いでしょ、うん、あとは敵だっつって、うん。なんかいいことあった。いや、面白いよ。うん、いや久々飲んだが、飲んだから頭いてんだよね。はい、おはよう、ワッツさん、おはよう。振り込みとお土産があった。ジミー大西、うまいよな。ジミー大西の絵はすごいよ、マジで。あのね、絵が上手いっていうより色彩感覚がすごい。本当に結構感動する。あの人の絵は。なんか、カラーの使い方がすごいんだよね。月曜飲んでたっけ？なんか今日すっげえ頭痛いんだよね。そう。3杯ぐらいしか飲んでないんだけど。のりこ見てたら思い出した。だよね。見たことある？みんな、ジミー大西の絵。すごいよ。ジミーちゃんの絵。ジミーの絵はマジで感動する。3杯目光ると飲んでたね。だってさ、もう全部の絵がキャプられてるんだけど、これだけですごいもん。もう芸術だもん。この色彩感覚すごくない？ジミーちゃんのこれ絵なんだけど、全部別の絵なんだけど、なんか世界観の統一があるもんね。俺絵下手だよ。だからジミーちゃんの絵はね、なんかね、世界観がすごい。この黄色の使い方がね、なんかかっこいいんだよね。青とか。独特の世界観持ってんだよね。あ、そうなんだ。即興で描くんだ。キャンパスじゃないところに。へぇ、うん。あ、今ここありがとうございます。今ここ大事だね。ついに俺も今ここリスナーができた。今ここはね、結構ね、途中から来た人嬉しいんだよ。うん、俺はどちらかっていう造形の方が得意だね。うん。ワードすぐ出せるんだな、ジミー。出せるよ。いや、これは、もらった絵だよ。これは俺の絵じゃないよ。これは職場ですごい絵描きさんがいて、その人が描いてくれた、これは俺が描いた絵じゃなくて、職場でプレゼントされた絵。すっごいこの人の絵、うまいんだよね。うまくね？考える人。うん。考える人。すごいよね。うん。俺の絵みたい。で、
俺が描いた絵はこれ。油絵じゃなくてアクリル絵の具だね。アクリル絵、うん。油絵はもうちょい変わるんだよね。俺はこれ。うん、俺が今立体で作ってるのはマスクだね。うん、精神異常。そう、うん。これはスティーブ・ジョブズだよ。え、だってどっからどう見てもスティーブ・ジョブズでしょ。説明しなくてもわかるでしょ、これ。どっからどう見てもジョブズだよ。さすがにそれくらいわかるし。伝わってると思うよ。アクセサリーとかいいよね。うん、俺のマスクも作ってくれ。俺が作ってるマスク見た？みんな。結構うまいよ。今、型取りやってるんだけど。持ってこようか。今、ベッドルームにある。ちょ、ベッドルーム行ってくるわ。ちょっと待ってね。あれ？マスクがない。マスクがないな。あれ？マスクどこ行った？ベッドルームにマスクがない。よいしょ。あ、ごめんね、ベッドルームから帰ってきたわ。これ今作ってんのこれだね。型取りしてる。そう、でこれで配信用のマスク作ろうと思ってるね。デスマスクっぽいでしょ。俺は結構造形の方が得意なんだよね。材質はプラスチックみたいなやつ、固めの。そうそう、前のやつよりもリアルに作ってるね。ちょっと顎がずれちゃってんだけどね。鼻の位置と顎の位置がずれてるでしょ。顎がちょっとこっち側に寄ってる、こっち側に寄ってんのか。もうちょい修正かけようと思ってるけど、素材が硬いからね、難しいんだよ。熱で溶かして、熱で固めるっていう、熱系の素材だね。そうそう、俺の元々の顔が歪んでるから難しいんだよ。で、ここに穴開けて、最終的には、ここ、後ろゴムで縛るっていうか、紐でもゴムでもいいから、こことここに穴開けて、4点でここ、後ろで縛る。そうすると、こうやってミラクルフィットするから。まあ、色とかも塗ったりとか、まだまだ改良していくけどね。和道は貧困なくすにはどうすればいいと考える。貧困はなくならないと思ってる。貧困はなくならない。絶対になくならない。ただ、貧困を価値観、要はお金、資本主義を価値観に置かない生き方は作れると思ってる。資本主義に対抗する考え方はできると思ってる。お前、天井から吊るされてた。そう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 。エミさんのコラボの時でしょ。エミさんの時ね。そう。天井から吊るされてたよ、俺。有名な金箔師の人。金箔師っていうのかな。頭痛え。スケキヨマスクかっこいいよね、あれ。でも民主主義って手になってるな。まあね。天井の芸術。でもすごいよ。あのね、痛いと思うじゃん。縛られたら普通。痛くないんだよ、あれ。紐で縛られても、その体重をうまく全部に分散されてんの。で、痛くないの、全然。宙に浮いてる感じ、本当にこうやって、プラーンって。ベーシックインカムはダメ。無理。ベーシックインカムはダメ。欠点が多すぎる。一回吊るされ、あね、でもね、吊るされて、女の子にいじられるのは、俺、いいぜ。女の子に縛られて、女の子にまさ、俺の彼女、手こきがうまいんだよ。あのね、ごめんね、ちょっと、俺の彼女、手こきの話、いい？あのね、すごいんだよ。もうね、みんなにシェアしたいんだけど、いや、いいぜ。手こきいいぜ。すごい、
手こぎが。ごめんね、ちょっと話が変わっちゃって。ファイブさん、小手半ありがとうございます。ファイブさんいらっしゃい。あのね、いや、だからそれができないから、彼女の手こぎをみんなにシェアしたいんだけど、いやー、ちょっとね、これはね、すごいんだよね。だからどうやってやってんのか、最初わかんなかったんだよ。あと5分ってことか。あー、そういうことか。小手半がアット5、5で入ったらいいんじゃん、小手半5さんで。あと5分とか。あのね、なんだろうね。手こきって、気筒があって、皮があって、皮をこう握ってスライドさせるもんじゃん、普通は。いや、有料で絶対貸さない。そうなんだよね。彼女の手こきって、すっごいソフトな感じで、こう、こうね、こう、ドゥルドゥルっていくの。こう、ドゥルドゥルドゥル、ドゥルドゥルってなるの。どうやってんのかわかんない。ただ、最近分かってきたのが、エッチが、手こぎが終わった後に、彼女と手繋いだら、彼女の手べっちゃべちゃだったんだよ。手こぎが終わった後、彼女の手こうやって握ってみたら、彼女べっちゃべちゃだったんだよ。てか、なんか手から出てるでしょ。なんか手から謎のローションがなんか出てるんだよ、彼女。ローション使ってないんだよ。ローション使ってないんだよ。ローション的なものは一切ないのに、だから手からなんか出てるんだよ、ノンタンは。うん。すごいよ。うん。あれ、なんか出てるぜ、多分。なんか手からなんか出てるぞ。うん。うん。すごいよね。妖怪だね。うん。いや、あれはね、すごいんだよね。うん。面白いよね。唾かな？わかんないけど。うん。あれはね、なんか学校で教えるべきだよ。うん。手こき業界が変わるよ、多分。手こきに革命起こしてるもん。うん、瞬間移動イリュージョン。でもローションは使ってないんだよね。みんなも覚えた方がいいよ、なんか、その手こき。うん。そしたら、あんまり俺が手こきがいい、手こきがいいって、あんまり繰り返すもんだから、多分不安になったんだよね。中はダメなのって言われたからね、この前。中は気持ちよくないのって普通に言われたからね。うん。教えらん、シェアできないんだよね。でもさ、セックスって本当に千差万別だよね。セックスって本当に全然違うんだよ。女の人によって。だから面白い。本当にみんなやり方が違うの。うん。いや、赤裸々だからね、俺は。うん。十人十色だよね。うん。俺にも強く座れた方がいいっていう時期がありました。僕も若い頃は強くしごかれたいっていう時期がありました。今は違います。なるべくソフトに、なるべくいやらしく、なるべくゆっくりされたい年頃です。うん、でもそうでしょ。昔は強く早くしごかれたかったの。より強くしごかれたかったの。より強く吸い付きたかった。ぬめぬめぬめみたいな、こう、さわさわさわみたいなのを、ロングで楽しみたいの。大人になったの、俺。でもみんなそうじゃない？みんなそうじゃない？そう、官能的なセックスっていうの。11.2 センチです。いや、あのね、レクチもそうなるんだよ。今は、ね、若いからもう強く、思いっきり座れたいし、奥の方まで突っ込まれたいんだよ。フェラはなるべく奥の方までって思ってる年頃なんだよ。より奥に行きたい。より奥へ。もう俺はそうじゃないから。うん、じゃあ次枠行きます。お疲れ様です、うん。メロンさん、小手半ありがとう。布団いかくさいっすよ。布団いかくさいっす。臭いでー。